はい。皆様、こんにちは。安ろです。この動画は NHK 出版から出ている大河ドラマ、光る君へのガイドブックに載っているあらすじを参考に、第12回、思いの果ての内容をネタバレ解説する動画となっています。ネタバレが嫌な方は、放送終了後に復習動画としてご覧ください。はい。それでは早速、第12回の内容を見ていきますが、ガイドブックを読む限り、第12回は、こんな感じで、以下3つの話が描かれます。 はい。ということで、まずは、丸一番の、ため時のショーと娘沢を見ていきましょう。まず、前回の放送で描かれていたように、この頃、真宙のお父さん、ため時は、夏目という病気のショーの家に滞在し、身の回りのお世話をしたり、病気の看病をしてあげていました。はい。しかし、夏目の病気は重かったので、第12回の放送で、夏目はいつ亡くなってもおかしくないという状況になります。 そして、瀕死状態になった夏目は、荒い息で、沢という名前を呼びました。では、沢って誰かというと、えー、沢は夏目と元夫との間にできた娘になります。えー、どうやらガイドブックを読む限り、えー、夏目と夫は離婚し、娘の沢は元夫に育てられているという設定になっているようですね。はい、こうして、一人身になった夏目のことをためきがショートしたという設定になっているようです。 えつまり、夏目は、まあ、死ぬ前にせめて娘の沢を一目見たいと考えてえ、沢の名前を呼んでるわけですね。はい。そこでため時は、えー、夏目を、えー、娘に会わせてあげたいと考えて、真、ま、広を使わして沢のことを迎えに行かせます。はい。こうして無事に沢は母の死に目に会うことができました。はい。そして、この出来事がきっかけで、どうやら沢は真広に懐いたようで、 今後、沢は何かと真広のもとを訪ねては、いろいろとお話をしたりとか、畑仕事を手伝ってくれたりするようになります。はい。こうして、真広と沢は友達になりました。ところで、沢とか夏目って本当にいた人なのかどうかっていうと、えこの辺の話はすべてドラマのオリジナル脚本ですので、えつまり夏目や沢はえあくまで架空の人物ということになります。 はい。ということでえ、実際の歴史において分かっているため時の、まあ、家族構成というか、女性関係というかえ、そういうものと今回のドラマでの描かれ方は結構違っていますので、え実際の歴史において分かっているため時の女性関係についてえ、この図を使って簡単に振り返ります。まず、ため時の妻は藤原のため信の,の娘、ドラマでは千ア葉と呼ばれている女性になります。 そしてこの二人の間に、真広と真広のお姉ちゃんと真広の弟の信則が生まれています。はい。ということで、実はドラマには登場していないんですけど、本当は紫式部にはお姉ちゃんがいました。はい。なんだけど、えー、紫式部のお姉ちゃんは、紫式部が20代半ばになる頃までには亡くなっていることと、えー、資料がなくどういう女性か全くわかっていないので、えー、ドラマでは最初から存在しなかったという設定になっていますね。 はい。またえ、ドラマで描かれていたように、紫式部のお母さんが、え道金に殺されたということは99.9%なかったと思いますが、実際の歴史においても、紫式部のお母さんはえ、紫式部が幼い頃に亡くなっていると考えられています。はい。こうして妻を失ったため時は、えドラマでは全く描かれていなかったんですけど、本当はその後5歳をもってえ、5歳の家に通う日々だったと考えられています。 はい。しかも、ためきと5歳との間には、男の子2人と女の子1人が生まれています。はい。ということで、ドラマには登場していないんですけど、実際は紫式部にはお姉ちゃんがいたし、ためきには5歳や5歳との間にできた子供たちがいたということになります。つまり、紫式部には、本当は異母兄弟が3人いたわけですね。 はい。なんだけど、ため時は5歳と同居せずに、えー、5歳の家に通っていたと考えられているので、えー、そう考えると、紫式部と5歳とか、異母兄弟の関係性はほとんどなかったんでしょうね。はい。ということで、まあおそらくなんですけど、そういう理由からドラマでは、えー、5歳とか、異母兄弟を登場させることはしなかったのかなと思います。はい。ということで、えー、これが実際の歴史においてわかっているため時の家族構成ですので、 えー、第12回の放送で登場する、えた、ー、め時の章の夏目とか、その娘の沢は、あくまでもドラマのオリジナルキャラクターということになります。はい。以上で、ため時の章と娘沢の話は終わりです。続いて、真宙と藤原のサネスケの演壇を見ていきましょう。まず、前回の放送で描かれていたように、ため時は、 カンナの変によって、火山天皇が退位したことにより、えー、無感状態に逆戻りしてしまいました。えー、そこで、今後の家計を心配するマヒロに対して、た、え、め、ー、時の友人の信高は、家計が心配ならば、有望な婿を取ればよい。北の方にこだわらなければ、いくらでもおろう。私の方で、若くて富のある男を探してみるわ。みたいなことを前回の放送で言っていましたね。はい。そして、その続きが第12回で描かれるということで、 信孝が真宙の婿として、藤原の根助を進めてきました。では、なぜ信孝が真宙の婿として、佐根助を進めたのかというと、その理由についてはガイドブックでは特に触れられていませんでした。まあ、お金があるからくらいしか触れられていませんでした。ということで、今から話す内容は、 えー、あくまで僕の予想になるんですけど、えー、実は、サネスケとノブタカとタメトキって、火山天皇の時代に全員同じ役所で勤めているんですね。えー、具体的に言うと、3人とも、えー、天皇の秘書みたいな仕事をするクロードっていうポストについていて、えー、サネスケがそのクロードのトップで、ノブタカとタメトキはサネスケの部下という立場でした。 はい。こんな感じで、まあ、この三人には接点があったので、おそらくそういう理由から、信孝は、サネスケのことを進めたのかなと思います。はい。あと、もう一つ言うとえ、実はドラマでは全く描かれていなかったんですけど、えサネスケの最初の妻は、カンナの辺の1ヶ月ほど前に亡くなっているんですね。あの、サネスケが政治について文句を言うたびに、それ日記に書きなさいよって言ってた妻いますよね。実はあの方が、カンナの辺の1ヶ月ほど前に亡くなっているんですよ。 はい。ということもあって、まあ、おそらくなんですが、信孝は真広の婿として、サネスケを進めたのかなと思います。はい。ということで、えー、信孝は真広と、えー、サネスケの縁談を強引に進めようとするんですが、えー、ちゃんとサネスケの日記である昭有記に記されているんですけど、えー、この頃、サネスケは赤痢にかかってしまっているんですね。はい。ということで、えー、サネスケが赤痢にかかったということで、えー、真広とサネスケの縁談の話は立ち消えになってしまいました。 はい。そこで、信孝は、別の相手を探してみるわ、というふうに、真宙に言うんですけど、えー、真宙の方は、やっぱり知らない男性と結婚するってことが気が進まなかったのか、えー、その必要はないわ、というふうに拒否しました。しかし、それに対して、信孝は、霞を苦うて生きていけるとでも思っておるのか、甘えるな、というふうに、真宙を叱りました。はい。そして、信孝に叱られたことで、真宙は、ガイドブックの表現をそのまま借りると、 食べていくためには、見知らぬ人の妻になるしかないという現実を知って、知ってというかね、それを突きつけられて、その現実に打ちのめされることになりました。はい、ということでね、この辺の話は本当に悲しいですよね。それこそ、賢治物語にもそういうヒロインって登場するんですけど、この時代、貴族の娘に生まれたからといって、一生安泰かどうかというとそうではなくて、今回の真宙の例のように、お父さんが没落してしまうとか、 あるいはお父さんが早くに亡くなってしまうみたいな感じで、え後ろ盾を失った女性は、まあ、食べていくためには見知らぬ人の妻になるしかないという現実があったわけですね。はい。そして、えー、その現実を突きつけられたことで、真、え、宙、ー、は打ちのめされました。はい。ところで、真宙というか、えー、紫式部と佐根助の間に、 え実際にこういう演算話があったのかどうかっていうとえ、これはあくまでもドラマのオリジナル脚本なので、まあ、実際にこういう話があった可能性は、まあ、非常に低いと思います。はい。なんだけどえ、僕の動画ではネタバレありなので、だいぶ先のネタバレをしちゃうと、まあ、いろんな動画ですでにお話ししているように、紫式部って、後に道長の娘の秋子に仕えるようになりますよね。はい。こうして紫式部は朝廷で働くようになるということで、 え紫式部とサネスケの間にも仕事上の関係が生まれます。そして紫式部とサネスケは、まあ、おそらく良好な関係を築いていたんじゃないかとされていますね。というのも紫式部は日記の中でサネスケのことを、まあ、他の苦行とは違うみたいな感じで評価していますし、えサネスケの方も秋子に用事があるときに え、取り継ぐ女房として、紫式部を選んだりしていますので、おそらく紫式部とサネスケは良好な関係を築いていたんじゃないかと考えられていますね。はい、ということを考えると、もしかするとなんですけど、え、まひろとサネスケは後に仲良くなりますよという伏線として、え、早いうちにまひろとサネスケを間接的に絡めるために、こういう話を描いたのかもしれないなというふうに、え、ガイドブックを見ていて思いました。 はい。ということで、えー、以上で、まひろとサネスけの演談の話は終わりです。えー、続いて、この動画最後の話であり、第12回の放送のメイントピックである、えー、藤原道長の結婚を見ていきましょう。まず、前回の放送で、道長はまひろに結婚を申し入れましたが、まひろの方は章になることが受け入れられず、これを断りました。えー、そこで断られてしまった道長は、 遠くの国に行くのは嫌だ。偉くなって世を変えろ。北の方でなければ嫌だ。勝手なことばかり言うな。と言って、怒って、真広のもとを去ってしまっていましたね。はい。まあ、この辺の話は本当に切ないというか、まあ、真広の立場を考えると、将になるのは嫌だってこともわかりますし、でも道長の立場に立つと、真広のことを制裁にできないのは事実なわけで、 ま、そこら辺はね、本当に難しい話なんですけど、まあ、とにかく道長は怒って、真広のもとを去ってしまいました。はい。そして前回の放送の最後で、道長はお父さんの金家に対して、お願いがありますというふうに言っていましたね。はい。では、お願いとは何かというと、道長は金家に対して、左、えー、大臣家に向こう入りする話、おすすめくださいませと言いました。はい。つまり道長は、まひ、あのことを忘れたいという気持ちもあったんでしょう。 え、まひ、あ、ろに振られたことがきっかけというか、引き金となって、え、左大臣家に向こう入りすることを決断しました。はい。そして、この話は、金家にとって非常にありがたい話でした。というのも、以前の放送で何回か描かれていたように、え、もともと金井は、え、息子の道長や左大臣の源の正信に対して、え、道長と正信の娘、とも子の結婚を進めていましたよね。 はい。では、なぜ金家は道長ととも子の結婚を進めているのかっていうと、えー、まずこの時代の結婚形態は、まあ、人によって若干違ったりするので、一概には言えないんですけど、えー、基本的には向こう入り込んで、えー、結婚した男性が制裁の実家に入って、制裁の実家から支援を受けるという形なんですね。はい。で、その点、とも子のお父さん、正信は、えー、現職の左大臣かつ、宇田天皇の孫ですので、 え、道長の向こう入り先として、左大臣家は、まあ、これ以上ないくらい申し分ないわけですね。はい。で、さらに言うと、え、おそらくですが、金家は左大臣の源の正信と、良好な関係を築きたいと考えていたんじゃないかと思われます。え、どういうことかというと、まず、カンナの変によって、金家は摂政になったので、え、金家が朝廷内のナンバーワンです。そして、ナンバーツーが、打城大臣の頼忠田田。 ナンバー3が左大臣の源正信っていう状況だったんですけど、え、実はカンナの編の後は、ダジ大臣の頼田,田は、ほぼ引退状態だったと考えられているんですね。はい。ということで、実質的に摂政の金井に次ぐナンバー2は、左大臣の源正信だったわけですよ。はい。そう考えると、当然、金井は摂政になったわけですけど、え、自分の政権を安定的に、 運営するために左大臣の正信とは良好な関係を築きたいと考えるわけですよね。はい、でそういうことから考えても、金家は息子道長が左大臣家に向こう入りすることを望んでいたと考えられています。はい、ということで今、息子の道長の方から左大臣家に向こう入りしたいと言われたわけなので、金家にとってそれは非常にありがたい話でした。はい、そこで早速、金家は動きます。 金家は正信に対する不眠を届けさせるという名目で、息子の道長を正信の邸宅である土御門殿に送り込みました。ちなみに一応地図で場所を確認しておくと、これは大体の位置になりますが、今緑の丸が出たあたりに土御門殿はありました。ちなみに金家の邸宅である東三条殿は今赤丸が出たあたりにありました。 えそして、真宙の家は、大体この黄色の丸が出たあたりにあったということで、あの真宙ってよくも子の勉強会に参加してると思いますが、あれは全然遠出をしているわけじゃなくて、近所の家に行っているだけなわけですね。はい。ということで、まあ、これは余談でしたが、とにかく道長がえ土見門殿に行きました。そしてその後、ガイドブックではどういう内容かは書かれていなかったんですけど、え道長と正信はいろいろと語り合うようです。 そして、この二人が語り合っている様子を、え、ともこと、ともこの母の、息子が物陰から覗いていました。はい。こうして、道長が、家を去った後に、え、とも子はお父さんの正信に対して、私は藤原の道長様をお慕いしております。道長様の妻になりたいです。というふうに、お父さんに言いました。はい。しかし、正信は、 え道長が金家の息子であることに抵抗を覚え2人の結婚に対して渋りました。というのもえまずドラマ的な事情からお話しすると以前の放送で正信は兼家のことをあのガツガツした性格が好きじゃないんだみたいなことを言っていましたね。はいまあ、そんな感じでドラマ的な事情で言うとえ正信と兼家はまあ性格が合わないということでえ正信は兼家のことを嫌っていました。 はい。そしてもちろんそれだけではなく、えすでにお話ししたんですけどえ、この当時、摂政の金家がナンバーワン、そして祖大臣の源の正信が、まあ、実質的にナンバーツーでしたので、二、まあ、人はまあ性的というほどバチバチやっていたわけではないんですけど、一応ライバル関係だったんですね。はい。ということもあって、正信は金家の息子を婿に取るということに対して反対していたのかなと思います。また、ガイドブックでは特に触れられていなかったんですけど、 えー、正信は、えー、道長が金家の五男で、正妻の子供に限っても三男なので、えー、道長の将来にあまり期待しておらず、それで結婚を反対したんじゃないか、というふうに後世の物語では伝わっていますね。はい、ということで、えー、正信は道長を婿に取ることを嫌がったわけですけど、まあ、といっても、えー、金家の長男の道隆とか、正妻次男の道金にはすでに正妻がいますし、 あと、もし一条天皇に智子を受罪させるってなってもえ、この頃一条天皇はまだ幼少で、智子とはあまりにも年齢が不釣り合いなので、えこういう選択肢はまあ現実的ではないわけですね。まあ、そう考えると、え金家の制裁三難の道長を婿に取るってことは、まあ、それほど悪い選択肢ではないんじゃないかなと思いますが、え正信は金家のことを嫌っているので、え正信は道長と智子の結婚に対して渋りました。 はい。しかし、正信は二人の結婚を嫌がってるわけですが、えー、正信の妻、つまり、智子のお母さんの息子は違いました。えー、息子は、娘智子と道長の結婚を支持し、えー、正信を説得します。まあ、実際に後世の物語でも、と、え、子、ー、と道長の結婚に、えー、正信は反対したんだけど、えー、妻の息子が正信のことを説得したと伝わっているので、 大河ドラマでもそういうエピソードが元となって、え、むつは智子と道長の結婚を応援する立場に立っていますね。はい。こうして、まの娘の智子と、そして妻の息子に説得された、え、源の正信はついに決心し、え、正信は智子と道長の結婚を認めました。はい。で、ちょっと場面が変わって、一方その頃、主人公のまひろは何をしているかっていうと、え、まひろは、更新待ちの夜に、 弟の信則と沢と一緒にお酒を飲んで楽しんでいました。はい。では、甲信町って何かというと、簡単に言うと、この当時というか、平安時代だけではなくて、後の時代にも長く続く文化になるんですけど、だいたい2ヶ月に1回くらい、この日に寝ると不吉なことが起こるから、徹夜をしなければいけませんよっていう文化があったんですね。はい。なんだけど、一人きりで朝まで過ごすってなると大変なので、 この甲信町の夜には、えー、親戚とかで集まってお酒を飲んだりするのが定番になっていたようで、えー、まひろも信則と沢と一緒にお酒を飲んでいたわけですね。はい。で、そんな感じで過ごしている夜に、突如道長からの文が届きました。で、文の内容はガイドブックでは特に触れられていなかったんですけど、まあ、おそらくいつものところで待つみたいなことが書いてあったんだと思います。 はい。こうしてまひろは道長に会うために、いつも道長と会っている背景に駆け出していきました。はい。そしてまひろは背景に向かいながら、心の中で、ショーでもいい、あの人以外の妻にはなれないと考えていました。えつまり、前回の放送から心変わりをしているわけですね。 でその理由についてはガイドブックには書かれていないので、まあ、予想するしかないんですけど、えまず前回の放送で道長から叱られてしまってショックを受けたということもえ理由の一つになっていると思います。また今回の放送というか、この第12回の放送で、アヒロは知らない男性との縁談を強引に進められそうになっていましたよね。 で、そんな感じで、知らない男性の将になるくらいであれば、まあ、たとえ将という立場であってもいいから、道長様と結ばれたいという気持ちもあったんだと思います。はい、こうして、まひろは、将、えー、でもいい、あの人以外の妻にはなれないと考えながら、背廷に向かいました。しかし背、背廷で、道長に会うと、道長は真広にこのように言いました。左、えー、大臣家に向こう入りすることになった。 地位を得て真広の願うよう作るべく精一杯努めようと胸に誓っておると言ったんですねはいなんだけどえガイドブックによるとこれは道長のえ本心ではなくてえ道長は口ではこのように言いつつも内心では真広の私は小でもいいという言葉を待っていたんですね はい。で、今、真広の方も、私はうでもいいから、道長様と結ばれたいと考えているわけで、真広が素直にそういうことを口にすれば、二人は結ばれることになったと思います。はい。しかし実際には、真広は道長に対して、え私は私らしく、自分が生まれてきた意味を探してまいります、とだけ言って、道長のもとを去りました。 はい。では、なぜまひろは、私は章でもいいと言わなかったのかというと、その理由はちゃんとガイドブックに書かれていて、ガイドブックによると、信仰の浅くないトモコが着え制裁では耐えられないからということになります。いや、この気持ちはね、現代を生きる我々でもよくわかりますよね。例えば、まあ、ちょっと俗っぽい例えになりますけど、 自分が好きな相手が誰かと結婚するってなった時にその結婚相手が赤の他人よりもむしろ自分の友達とかの方が辛いみたいな感覚って、まあ、今を生きる我々でもわかるわけですよねしかも当時の結婚の文化で言うと道長は正妻の友子とは同居する一方で将となった真宙とは同居せずに真宙の家には気が向いたらたまに遊びに行くみたいな感じになりますのでそうなると真宙は道長が自分の家に来ない間 え、とも子と道長の生活とかを想像して嫉妬とかもしたわけですよね。はい。ということで、まあ、それがね、非常に辛いことっていうのは、え、現代を生きる我々でもわかりますよね。はい。ということで、え、まひろは、え、道長の結婚相手がとも子様ということを知って、え、道長の元から去ることを決意しました。はい。ということで、え、第12回のタイトルは、思いの果てですが、え、二人の思いの果ては、ちゃんと両思いだったんですけどね。両思いだったんですけど、 忘、まあ、れ違いですとか、身分の違いとかが壁になって、えー、結局、二人は結ばれることがなく、別れてしまいました。はい。こうして、まひろが自分のもとを去ってしまったということで、えー、失意の道長は、そのままの足で、土門の殿を訪ねました。そして、智子の母、む子の許しを得て、と、え、子、ー、の居室に入ります。 ともコの方は道長のことをずっと好きだったので、道長のライフを喜んで、いきなり道長に抱きついて、上に覆いかぶさってきました。でそれで道長の方は、と、ま、も、あ、コのあまりの積極性にちょっと面を食らってしまうんですけど、ただもうここまで来てしまったら後戻りはできません。はい。ということで、道長の方も覚悟を決めて、ともコのことを強く抱きしめ返すのであったという感じで、第12回の放送は終わりになります。 はい。ということでね。まあ、非常に悲しい話でしたね。思いの果てに、二人は両思いだったのに、まあ、結局、すれ違いとか、身分の差が大きくて、二人は別れてしまうという話でしたね。はい。ちなみにちょっと補足すると、えこの時代は、男性が女性の家に3夜連続で通うと、結婚が成立します。 でその後、と、所あらわしって言って、まあ、簡単に言うと披露宴みたいなのを開いたりするんですけど、えー、どうやらガイドブックを読む限りだと、えー、大河ドラマではそういうシーンは描かれなそうですね。はい、ということで、まあ、大河ドラマではその辺は飛ばされそうなんですけど、ただ、事実として、第12回の放送時点の987年に、えー、道長ととも子は結婚しています。 はい。ただ一応言うと、えー、前回の放送でも言ってるんですけど、もちろん、真広との関係の中で、えー、道長とと子が結婚したというのはドラマの脚本です。はい。ということで、えー、実際の歴史において、道長とと子がどうして結婚することになったのか、えー、ちゃんと知りたい方は、こちらの動画を合わせてご覧ください。はい。以上で、今回の動画は終わりです。いかがでしたでしょうかいや、まひとね、道長の恋愛関係の終着点が、 まあこういう別れだったというのは非常に辛いところですよね。でちょっとネタバレになるんですけど、次回の放送、第13回の放送では、いきなり990年になってて、3年くらい時が飛んでます。でも990年時点になると、道長は真広の手が届かないような、すごく高い地位にいますし、また友子との間に娘の秋子も生まれています。 まあそう考えると、第12回の放送までが道長と真博の青春編みたいな感じで、第13回からはちょっとね、新しい章に入るみたいな、そういう楽しみがありますね。はい。ということで、道長と真博はこういう別れをしてしまったわけで、しかも道長は今後、最高権力者への道をどんどん上り詰めるわけですが、そこに真博との関係をどのように絡めてくるか、とても楽しみなところになりますね。 はい。というところで、今回の動画は終わりになりますが、一つだけ宣伝をさせてください。まあ、最近コメント欄で、えー、まひろと道長、紫式部と道長って、実際にこういう関係、恋愛関係があったんですかみたいなコメントをいただくことがあるので、えー、その辺がわかる動画を一本投稿しようと思っています。まあ、今週中か、あるいは、今週ちょっと忙しいので、来週になっちゃうかもしれないんですけど、えー、こういう動画を用意しているので、えー、よかったらご覧ください。 はい、また、ずっと、源氏物語の解説動画を投稿しようと思ってるんですけど、あの、源氏物語を読んだことある人はわかると思うんだけど、めっちゃ長いし、人間関係が複雑なので、えー、資料作りに手間取っていて、なかなか撮影はできていないんですけど、えー、ちゃんと源氏物語の解説動画もちょっとずつ用意しています。はい、ということで、まあ、おそらく3月中は無理なんですけど、まあ、いつかね、源氏物語の動画も投稿しようと思ってるので、良ければ、気長に待っていただけたらと思います。 はい。というところで、今回の動画は終わりです。今後も歴史について解説する動画を投稿していきますので、良ければチャンネル登録や高評価で応援をよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。